で、オニルフィゲットしたし、で、たくさん使いたいんだけど、メダル何つけたらいいかわからないという方、カイドウメダルとね、この、うらぁオッケーセナさんもここなせです。皆様本日も一日お疲れ様でした。ちゅうことでバウンティーラッシュ楽しんでいきましょう。今回最新イベントメダル登場したので使っていきたいと思います。1枚目ウルティーメダル、敵を吹っ飛ばした時スキル1クールタイム 5% 短縮。もう1枚ベータメダルでお宝ゲージマックスにしたらスキル 16% 短縮となっております。ちゅうことですね、最新イベントメダル2枚登場したんですけれども、今回ね、こっちのウルティーメダルを使っていきたいと思います。使用キャラはオニルフィーとなっております。オニルフィはね、めちゃくちゃ強力な効果を持っていて、オニルフィですね、スキル1で敵に攻撃した時、敵の攻撃力増加を解除するっていうね、めちゃくちゃ強い効果を持っております。で、スキルどっちも吹っ飛ばしなんで、これでいい感じに吹っ飛ばしつつも、この竜王でね、まあ、相手のロジャー船長だったり赤犬だったり、攻撃力増加をどんどん解除していこうというような構築になっております。で、メダル編成はこういう感じ。ウルティのメダルとカイドウのメダルとなっております。この前もちょっと動画出したんですけれども、最近ね、まあ、ヤマト狙いでたくさんガチャ引かれた方とかもいらっしゃると思うんですけど、その時にね、ピックアップでこの鬼ルフィっていうのが当たります。で、当たったものの、まあ、メダルどうしようかなって、特に始められたばっかりの方とかね、迷うと思うんですよ。それがですね、まあ、今回この登場したウルティのメダルと、なんとカイドウがね、配布されてるんで、カイドウのメダルも作ることができるという、今ならね、誰でも非常に良きタイミングで非常に良きメダル編成を作ることができますということで使っていきたいと思います。全体的なサポートはこういう感じ。中央ですね、今回はピックアップ確定でゲットできるオニルフィーに、イベントで登場したウルティメダル、現在配布でゲットできるカイドウのメダルを使ってリーグ潜っていきましょう。現在目標に向かってチャンネル登録4000人様目指しております。なので、よろしければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいございます。中央でやっていこう。早い現象お願いします。ということで、オニルフィーはこれ裏取り、早速来てんな、怖いな、誰だろう。おでん以外だったら全然いいんだけども、ヤマトさん、いや、ここドフィーにお願いしちゃおうか。もうここはドフィーにお願いして、しっかりとスイッチ、いや、助かるわ。まあ、今回ね、まあ、オニルフィと新イベントメダルをティチューンつけてやっていくわけなんですけれども、すごい、全然見えてなかった。さあ、ここはロジャー船長に、おね、いけ、オッケー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 。ってことは、これ初期旗貯めれてないんで、僕初期旗の方に行こうかなと思う、ダチった。まあ、ヤマトガチャね、まあ、さっきのヤマトガチャ欲しくて、最近始められた方とかね、ガチャたくさん引いたと思うんですけども、その時にね、ピックアップ、まあ、最近使ったばっかなんだけど、鬼ルフィとかね、ゲットできて、かつね、まあ、ゲットしたものの、何のメダルつけたらいいかわからないという方ですね、今回登場しました、ウルティちゃんのメダルとかと、まあ、あとはさらに、カイドウがね、配布になってるんで、ここなんなら俺も後ろから行っちゃうわ。おい、オッケー。さあ、これで後ろから行ってって、いや、ありがとうって言われてる、こちらこそどうもありがとう。これが優しさの世界。優しい。あー、初期旗取られる。まあ、とりあえずちょっと、ここ1、2陣と、あっち3陣か、あっち裏手、ちょい。あんま機動力っていうのはやっぱディフェンダーってむずいよな。さあ、ここロジャー船長来てるんだが、はい、一発買い誘ってから、おいしょー、さようなら。相手を下へ流す、ただ作業。で、もうすぐブースト来るんで、あそこちょっと上、多分しばらく D 旗来ないと思うんで、取っていきたいと思います。で、そう、鬼ルフィにね、何のメダルつけたらいいか分かんないってね、始められた方とかね、特に思うと思うんですけども、おいしょ、回避、見てから、ここ一発、いやー、マジかさあ、ちょっと早かったね。これはもう、さすがに戻っていきたいと思います。まあ、スキルだけちょっと警戒して、しっかりと自チーム内に、まあ、ディフェンダーなんでね、ちょっと持っていきつつも、で、とりあえず真ん中軸に動けたらいいかなと。で、まあ、ちょっと何回も同じ話するんだけど、とりあえず、はい、カイドウ配布って意味わかんないことが今起こってて。おいしょー、やはり攻撃力ちゃうらー。さあ、ここでしっかりと吹っ飛ばしていきつつ、いやー、若ドフィー来たの怖いな。オッケー。おいしょ、これ避けて、若ドフィーちょっと、助けてーオッケー。さあ、太陽。ここで、ジャスしといてからのスキルにね、ぶっ放していく。オッケー。いけ。あ、強い。はい、強い。そう、若ドフィーいけるさあ、オッケー。で、鬼ルフィーゲットしたし、で、たくさん使いたいんだけど、メダル何つけたらいいかわからないという方、カイドウメダルとね、この、うらー、オッケー。カイドウメダルとウルティメダル、すごいね、タグとかの相性もいいと思いますんで、ぜひ試してみてはいかがでしょうかということを言いたいがゆえの3分間を消費していったわけなんだが、あそこはカウンター見てるんで、ここ一発ぶちこ。よいしょ。オッケー。さあ、ここはスキル1溜まるのを待っていきつつも、で、おいしょー、はい。いや、普通にね、強いと思う。ぜひ試してみてください。
ああ、さい。はい、決勝お願いします。ということで、お相手さんにロジャー選手2体いるんで、まあ、攻撃力リセット祭りなんですけれども、まあ、今回ね、ちょっとウリちゃんの方使っていくわけなんですけども、もう1体ね、ペータンのメダル登場したんやけど、あれ、なんかちょっと使うの難しそうだなとかっていうの個人的に思ってて、もしね、なんか面白そうな編成とかね、このキャラにつけたら強そうじゃないっていうのありましたら、ぜひ教えていただけると嬉しゅうございます。あそこら辺の、ロジャー選手の攻撃力とか上昇して、まあ、これ待って、取り終わり際一発いける。はい、これでチャラにしといて、僕逃げます。オッケーオッケーオッケー。いや、これマジ強いよな、このリセット効果が。本当に強いと思うわ。うん、あ、これ取れそうだな。これちょっと一発取らせていただきたいな、っていう人、あーっと、さよなら。また、あそこの、4番さんのロジャー船長が、うわ、当たってんな。4番さんのロジャー船長結構、攻撃力高ぶってるような気が、はい、無理だ。さすがに無理なんで、ここは、よいしょ、避けてから。オッケー、十分、十分、やることやった、4番さんの攻撃力リセットできてんのはガチで、十分。あそこ取られるから無理。ここら辺はちょっと耐えていきつつ、オッケー、痛い。ちょっとディフェンダーが2体被ってるのが、ちょっと怖いところではあるんだけれど、何はい、ここのステージの分かれ入り強すぎんか。オッケー、一発入れといて、さあ、ここ、ちょっとちゃちゃっと取ってって、で、あそこの二陣も取れそうだったら取っていきたいんだが、相手のブースト前に枯れたのはちょっとでかいと。うん。で、ロージャー選手、まあ、ここは、まあ、守っていきましょうと。ごめん。危ない。それはさすがにやばい。あれ食らうとマジワンパンなんでね。うん。で、ちょっとここゲージ貯めつつね。よいしょ？オッケー。さあ、ただこれ避けきれない。危ねえ。オッケー。で、避けて、1打っといて、いや、通常たまんないか。オッケー、ここちょ、お願いしとく。俺、ゴロゴロメダルつけてないよ。俺、ゴロゴロメダルつけてないけど、誰かしらのゴロゴロに引っかかった模様を。さあ、オッケー、あれ、それはでかすぎるな。今のゴロゴロでかすぎんか。いや、また、掴む方向間違えた。これさすがに避けて、1回誘ってからの吹っ飛ばしていくと。オッケー。さあ、吹っ飛ばしていったところで、旗を抜いていくと。いや、おでん強いな。おでんが強すぎる。オッケーで、抜き終わり際の、どうせ、カムサリンヌが来そうだったけど来なかった。別れ入りは、どうせ瞬間移動なんで、オッケー。ここで、まあ、あとは耐久して、で、自チームダウン。飛ばされないように。オッケー。避けてからの、オッケー。よし。おでん強。はい、お願いします。ということで、なんかちょっと、ロジャー船長と赤犬と、ちょっと当たれる機会が減っていって、なんていくみかなんですけれども、さあ、裏取り早速来たのは、ロジャー船長、ロジャー船長いきなり来る。あ、やべ、ミスター、これ一発受けるわ。オッケー。うん、まあ、受けたら受けたで、これは、おいしょー、吹っ飛ばし。さあ、これで攻撃力チャラー。このでスキル今どっちも見てるんで、割と僕の方が優勢で、これ回避見てから、はい、しっかりと殴り込んでいく。あ、よしょい。オッケー。いや、割合ダメージ強すぎ。んーで、これで、ロジャー船長攻撃力も下がって、おい、ちょっと待って、逃げる。そこに来て、そこで逃げるのは男していかがなものか。オッケー、攻撃力リセット。だがしかし、なぜか KO できなかったのは、誠に遺憾でございますと。んーで、これはちょっと裏取られないようにだけ、しっかりと旗握ってくなら握っていくで、さあ握っていかないってことは、これはカムサリをモロクソに狙っている所存分かりきっている。で、回避誘ってからしっかりと殴り込んでいく。お疲れさん。強いや、普通にロジャー船長対戦に対する、あ、なんか言葉言えない。急に割と頑張った方だったんだけど、急に日本語がおぼつかない感じになっていく。さあ、ここはちょっとヤマトに取られる前にどうにか対応していきたいんだけれども、これジャス避けてからの、ここはヤマト吹っ飛ばしていくと。おっと、待った、こう耐える。ナイス。さあ、ここちょっと雲のスガキそこ剥がれたのもまあまあでかいと。オッケー。裏ヤマト行ってるんだけど、待って、間違えてスキルボタン押しちゃってんだよね。これあるあるだよね。オッケー。このドフィーだけはしっかりと対応していきつつ、やばい。それは、自チーム外はちょっとやばいが、だがしかし、これ、はい、先に吹っ飛ばしていけば、攻撃力ちゃら。はい、パラサイトもなぜか耐えてった。で、ロージャー船長、ここ、ちょっと待った。オッケー。ヨロケム、ナイス。でかい。また、スキルないの、私きついから。ここはさすがに、ちょっと赤犬さんにお願いしていきつつ、旗のゲージ貯めに行くわ、しっかりと。終盤逆転されないように、しっかりと旗のゲージを私はディフェンダーなんで貯めていきますと、その間にスキルを貯めていって、休憩がてらやっていくわけなんだけれども、いや、相手のブースト怖いな。超越ばっかりで強い。これ、いけ。ちょっと、オッケー。ジャスグ、黒ひげに対してめちゃくちゃジャスを狙ってたんだけど、裏からしっかりとカムサリーノをされてったわけなんだが、まあ、なんやかんや相手のブースト耐えれたのは強すぎ。
ここはまあ若レイリーさんとかもろもろやってもらってる。届くんかい。なかなか珍しいキャラを使ってらっしゃる。ここはしっかりと上からマリコを吹っ飛ばしてって。で、これ、なんかアングルが、最近アングル効かねえんだけど。あ、オッケー、耐えたの偉すぎ。いや、待って、これどこ取られて、下に旗取られてることは、ここはやばい、真ん中、やばい。きっとあそこ取れない、真ん中いない。ってことは、ここ、守るしかできない。ボコボコなんだけど。めちゃめちゃボコボコ。めちゃくちゃボコボコにされてたんだけど。はい、です。お願いします。ということですね。先日、まあ、新イベント目だまあ、ウルチちゃんの、ね、メダルが登場しましたんで使っていきたいと思います。まあ、非常にね、なかなかそのキャラメダルに対しては珍しいような効果を持っておりますので、まあ、ぜひね、作ること、とりあえずイベントメダルはね本当に、もう今のところ復刻がないんで、まずは作るというね精神を持っていただいて作ることをお勧めしておきます。ジゴとレイリーさんが東洋にしっかりと惹かれていくとこ見てってんで、まあね、このルフィ、鬼ルフィね、この前もちょっと動画出したばっかなんだけども、スキル1の竜ボール、これがもうめちゃくそに強いと。で、赤犬さんとかね、まあ、せっせこらね、攻撃力、まあ、ロージャー船長とかもそうなんだけど、攻撃力をね、まず上げていきますと。ただ、その攻撃力をチャーラー、へっちゃらーにすることができる、もうめちゃくちゃ、これ、後ろから、あ、一発、竜をぶちかましょう。あ、いや、熱い。うん、当たってない、ここ、当たってるね。当たってるっぽい。これで攻撃力を、上昇を下げることができて、で、これ、流星火山ぬをしっかり、これで吹っ飛ばしてスキル1単指向することもできれば、だいぶ防御力も上昇することができた。かなり今の状態は、素晴らしい。このこっちに握るわ。すまんごめん。トゲ。おつか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 
っていうこともあるんでね、しっかりと死なないようなことを立ち回りを意識していきつつ、さあ、あそこの若レイさん、あ、ここ一発ぶち込んでて、さすがにそれはクソプレイ。まあ、今はね、本当にクソプレイなんで、ちょっと反省、猛省していきつつ、いや、これ、闘魚来そうやな。闘魚来そうなんで、ここ闘魚タイミング。で、回避見てから一発バーン入れていくと。うん、当たってるよね。当たってるか当たってないか分かんないんだけど。さあ、ここで、まあ、自陣もね、意識していきつつ、1。さあ、レイリーさんもさすがに、ちょっとスキルにいないとね、なかなかダメージを切るずることも難しかったりするんですけれども、これもう一発飛んできそうだな、若レイリー。まあ、しっかりとディフェンダーなんでね、旗を守りつつも、相手ブースト来た。どうしようかな、ここ。二陣はとりあえず取られないように意識しつつ、さあ、あそこドフィーがなんとか対応してくださってる。っていうとこ、まあ、ここはとりあえず二陣取られない。まあ、相手のブースト中はしっかりと二陣取られないようにことだけは、まあ、意識していってって守っていくと。んで、終盤最後取れれば全然 OK なんで、さあ、ここスキル一応ぶち込んで、おい、忙しいな、お前。若レイリーさ、ここのステージ強すぎるんで、ぴょん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 飛んできて。んで、これ一発ぶち込んで、ボーンしっかりと飛ばしていく。これ強いよね、普通にスキル1。さあ、そろそろちょっと取りに行こうか。あそこ、待って、一発いけるか。まあ、にゃ、ナイス！で、これちょっとやると、わかりに飛んでくるんで、ちょっと僕が下手に攻撃するのは良くない。オッケーオッケーオッケー。ごめん。ごめんごめん。まあ、結局、ここで最後で取れば全然勝ちだし、いいし。うん。ここ守り切りたいと思いますと。いや、普通に強いね、やっぱり、ここ。さあ、最後はしっかりと、ボーン。いや、強い。何もしてないけど、強いわ。